ジェス・ウォルターはアメリカ合衆国の推理作家。著作は26カ国28カ国語で翻訳されている。2006年、エドガー賞長編賞を受賞、全米図書賞最終候補。2012年までに6作品を上司している。2013年には初の短編集 We Live in Water を刊行エスクアイアやプレイボーイなど多くの雑誌に、 エッセイや短編小説が掲載されている。最新作、美しき廃墟は、ニューヨークタイムズのベストセラーリストで第1位になったほか、エスクアイアでは、ブック・オブ・ザ・イヤーや、ワシントン・ポストの注目本に選ばれた。ナショナル・パブリック・ラジオのトーク番組、フレッシュ・エアーで、文芸評論家のモーリーン・コリガンは、文学的に奇跡と絶賛し、ボストングローブのスティーブ・アーモンドは、 ペーソスがあって、ウィットが突き抜けており、古典文学のような趣があると述べた。2009年に上司した、ファイナンシャル・ライブズ・オブ・ザ・ポエツは、タイムや、ワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズ、ビリーバーなどでその年のベスト作品に選ばれた。脚本も書いており、ファイナンシャル・ライブズ・オブ・ザ・ポエツの映画用脚本も書いてある。2006年に上司した、ザ・ゼロは、 全米図書賞の最終候補作品であった。ワシントンポストのレビューで、ジョン・マクナリーは、同作について、道義心だけでなく、優れた洞察力で、我々の文化を、そして911語の世界がよく書けていると、称賛した。2005年の、市民、ビンスは、エドガー賞長編賞を受賞した。ウォルターはジャーナリストでもあり、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、 ボストングローブなどに寄稿する。1992年のルビー・リッチ事件では、地元紙、スポーケスマンデビューのレポーターとして、取材をし、エブリー・ニーシャル・ボーとして観光した。1996年にベストセラーとなった、イン・コンテンプトは、クリストファー・ダーデンとの協調作品である。生まれ故郷であるスポーケンに、妻とブルックリン、アバ、アレクの3人の子供たちと暮らしている。 イーストバレー高校、東ワシントン大学の卒業生である。ありがとうございます。